沢田隆氏は、日本の実業家。石川県白山市出身。株式会社ファミリーマート代表取締役、副会長。石川県白山市出身。石川県立金沢桜ヶ丘高等学校。入学後、下宿生活を送りながら野球部に所属するが、野球部を退部。高校時代には、アメリカカリフォルニア州に1ヶ月間の、ホームステイ経験がある。 この時にお世話になった、ホームステイ先の主人に勤務する、物理学者に憧れ、理科系への進学を志す。その後、上智大学理工学部物理学科に進学。大学時代には、アメリカンフットボール部に所属。4年時にはキャプテンを務めた。大学卒業後、伊藤忠商事入社。同社において、米国セブンイレブンの買収等を手掛ける。この時父親を亡くす。 1997年、ファーストリテイリング入社。成長エンジンとなる精緻な SPA モデルや、店舗自立型の運営手法を1998年までに、確立する等の大改革を創業者の柳井忠と、共に成し遂げた。同社副社長在任時には、柳井から、直期社長就任を打診されるが誇示した。2005年、リバンプを、玉塚源一と共に設立。 2016年9月1日発足するユニーファミリーマートホールディングス参加のコンビニ事業会社であるファミリーマート社長に一等中の意向を受けて就任した2019年5月1日ユニーファミリーマートホールディングス社長に就任ファミリーマート社長を兼任する同年9月1日ユニファミリーマート HD はファミリーマートを吸収合併し社名を ファミリーマートに変更し社長就任。学生時代から松藤や由美の自宅に出入りするなど、親交が深く、苗場サーフスノーコンサートの発案者の一人でもある。ありがとうございます。